2015年11月15日、京都競馬場アンドレア・セニーは、イギリスを拠点とする騎手である。イタリアサルディーニャと出身。2008年、イギリスにて、見習い騎手デビュー。同年7月22日に初勝利を挙げる。2012年、ソルティレージで、イタリアのリディアデシオ賞を勝ち、G1 初制覇。2014年、 ロジャーバリアン旧社のキングストンヒルでエーセントレジャーステークスを勝ち、クラシック初制覇を果たす。同年は100勝を挙げ、イギリスリーディング8位となる。2015年より、カタールレーシングの専属騎手を務めている。同年秋より日本に短期免許で来日。2017年、同年11月11日から12月24日まで短期免許を取得して来日。 ジャンダルムでデイリーハイにサイステークスを制し、JRA 重賞初勝利を挙げたが、12月4日に、本人の都合で短期免許が取り消しとなることが、JRA から発表された。エアツェニキシュ、競馬ファンからジョッキーへ、英国の若武者の菅を netkeiba.com2017 年12月12日閲覧、アンドレアツェニキシュ、 ライアンムーアキッシュに、短期騎士免許交付 JRA ホームページ2017年12月12日、閲覧。デイリーハイ2歳 S、ジャンダルムブイユ豊カの代打。アッツェニーキナリ重賞セースデイリー2017年12月12日閲覧。アンドレアアッツェニー騎士の短期騎士免許の取り消し。JRA ホームページ2017年12月12日閲覧。アンドレアトセニー、スタティスティカルサマリー。 レーシングポストレーシングポスト2017年12月12日、閲覧。ありがとうございます。